なんかもうそこにはトレーラーが入ったことあるよっていう話らしいんで、まあ、入ったことあるとこならね、まあ大丈夫ってことなんで、よっぽどね、僕のは三軸なんでよっぽど大丈夫だと思うんで、確かそこの入ってるトラック二軸のトラックだったと思うんでね、聞いた、あのね、どこどこのトラックがトレーラーが入ってるようなっていうのを聞いたんやけど、確かそこ二軸だった気がするんで、まあ入るには全然こっちの方が多分いろいろ入ってくんで、三軸の方が多分小回りが効くんやよね、確か多分ホイールベースが短い分多分効くと思うんで、まあ安心して入っていける現場だとは思うんですけどね。一応 Google のマップで見たんですけどね、まあなんかなんとかなりそうな感じだったんでね、まあ明日明後日の卸しのところはまあまあまだ安心かなとは思ってますけど、ただなんか積みも卸しも地震に役だっていうことらしいんでね、うげって感じですねね、ああいうリフト作業とかもね、ああいうこういうの取れたら面白いんやけどね、さすがにちょっと荷物移るのまずいかなと思うんでね、ちょっとその辺わかんないですけどね、ほぼほぼねモザイクかけてなんか作業しとるとこを見ても多分あれですもんね、ほぼほぼモザイクじゃんってなっちゃうんでないようなことを言ってたんでね、カラパレとかなんかそんなような感じの荷物なんじゃないかなというようなことを言ってたんで、まあ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 やとまあ思うんですけどね。でも大概ね、なんかああいうね自主荷役でカラパレですなんていうところはね、大体なんかガチャガチャに積んであるんですよね、パレットが。で自分で揃えて持ってこないかもで、結構積みに時間かかったりね、なんか昔はそんなような作業を要してましたね、単車に乗っとる頃ね、大型に乗っとる頃はよくそんなような作業してました。なんかそんな匂いがするなって感じですねガッチャガチャに積んであって、段数揃えてパレット揃えてそれから積んでこないかんのかなみたいな。まあ気楽ですけどね、一人で積んで出てくるやつは。どうかなこれ、カメラちゃんと映ってるかな。ちょっと初な感じなんですけどね、どういう風に映っとるか。上の方向いて待っとるのかな、ほら大丈夫かな。なんか確認がしづらいなこれ。大丈夫かな。このぐらいで向けた方がいいと思う。なかなか難しいなこれ。どんな風に撮れてないのね、ちょっと楽しみやね全然撮れてなかったりしてね、まあ、撮れてなかったら失敗だっていうので、なんかそれでも使っちゃいそうやけどねつけっぱなしだった。明日はあれですね、富山の近辺から積んで、桑名って言っとったかな。朝時間がなんか8時以降って指示書には書いてあるんですけどね、なんか電話もらった時には8時半以降に入ってくれみたいなこと言ってたんで、
さてさてどこに泊まっとこうかなって感じですけどね、あの辺でも。あ、しかし今日は天気はいいですね。最初ね、トラック乗った時とか結構トラックの中暑くなっとって、一瞬ちょっとうわこれエアコン効かな、ちょっと辛いなと思ったけど、なんとか効いとる感じですね。まあ今はもうしっかり冷えている、冷えた状態なんでいいですけど、最初はちょっとなんかムンとしてましたね。これぼちぼち向かっていきます。よいしょ。車が今うちに抜かしたい。あー来たな、あー来てしまったな。怖いなこれは。あーありがとう、気づいてくれたね、ありがたいありがたい。落ちてきましたね。このままちょっとなんか夕焼けっぽくならんかな。最近ほんとなんかほんと夕焼けっていうかね、焼けた空を見てない感じがするんでね、なんかガーッと焼けてくれないですかね。ちょっと映像にでも映したいですよね。ほんとなんか外出てなかったんでね、あれでしたね。朝はね現場で寝てるし、夕方は暗くなるまでは走ってなかったから外にいなかったし、なんかほんと全然夕焼けを見たって感じがないですけどね。久々に見たいですね。
りね暗くなってきましたね。あーさっきねすっごいね虫がもうまたバチ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 飛んできてましたよ。かろうじてねなんかこう潰れる感じの虫じゃなかったんでね、こうふわ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 行けてたんでまだ良かったですけどね。そんでも結構汚れたかなガラス。やっぱこのぐらいのちょっと空が明るくて下が暗くなる時の時間帯っていうのは結構見づらいですね。やっぱ歩行者とかがだいぶ見づらいですね。あでもなんかちょっと空焼けてきてますね。ちょっとだけ焼けてますね。もっとなんか空が見えるところだったらいいんやけど。みんな赤なのに行ってまいるけど、なに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 、ほらあの車赤なのに行ってまったね。怖っ。出てきたんでね、早い時間に夕ご飯だけ食べてね来たんですけどね。おい絶対夜腹減るやっちゃねこれ。今日はこれは菓子を食べるんじゃないかなっていう感じがしますね。早ね、いい感じの空、ちょっと色が薄いな。でもやっぱ空が焼けると綺麗ですね。もうあれやね、本当におじさんになってくるとああいうものが綺麗に見えてくるんですね。ね、若い時はやっぱ何も思わないのもね。例えばね、前なんかのコメントにね、どうして手袋してるんですかって入っててね、答えたんですけどね、僕ねこのこうずっとハンドル握ってるとね、このなんかネチャネチャしてくるのがね、手汗かなね、あれでネチャネチャするのが本当に苦手でね、これ手袋しとると本当にねずっとサラサラなんですよ。ただね滑るんですけどね、こうやってでもああいうバックとか細かい、ちょハンドルをちょっとぐるぐる回すような細かい時は外すようにしてるんですけど、普段こうやって乗っとる時にね、やっぱあのなんかね、なんかこうネチャネチャするのがねちょっと苦手でね、で手袋してるんですけど、まあ、他のねなんかよくしてる運転手の人たちもどういう理由でしてるんかあまり分かんないですけど、僕はなんかそれが嫌でしてるだけですね。本当これしてるとねサラサラなんですよ、いつも手が。だから気持ちいいんでね。どっちから行こうかな。
か、向こうから楽な方から行こうか。こっちからの方が早いんやけど、ちょっと時間帯もなんか人が 出歩いとるそうな時間帯し、大きい道から行きましょう。明日の積み地がなんかね、なんだ、地図で見るとね、なんかこれちょっと入り口狭いような感じがするんやけど、まあ、入れるとは思うんですけどね、なんか狭そうな感じするんですよね。明日のお楽しみですね。またくる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 させないかんかもしれないですね。どうなんですかねこれね、急にまた手袋の話なんですけど、みんな他にどういうあれでしてるんですかね。やっぱみんなこう気持ち悪いでしてるんじゃないんですかね。違うのかな、誰かしてる人とか、なんでしてるよ、こういう風だよみたいな、いたら教えてほしいですね。なんやろうね。でも結構ね、暗い時にね、この白い手袋だとね、こう手上げたりした時にね、見えやすいっていうのもね、本当あってね、相手から結構見えやすいんですよね、白い手袋だと。こうやって上げた時とかね、こうやってそういうのもあって、まあ、この白い手袋をしてるんですけど、目立たんくするなら黒とかね、ああいうのもあるんで、なんか黒い手袋してる会社の人にも、黒い手袋してる人いたんで、黒い手袋があれば黒い手袋でもいいんですけどね、まあ、なんか白い方がこう相手に伝わりやすいかなと思ってね、夜とかね泊まってくれてお礼したりする時もこう相手に伝わりやすいかなと思って、で一応白い方を選んでますけどね。ね、せっかく泊まってくれたのになんか知らん顔して行ってまったみたいなよりね、ちょっとでもこう、あ、手挙げてくれたなっていうのが気づいてくれれば、まあ、そんなになんか気分悪くならんかなとは思って、結構目立ちますよね白いやつやったら。まあ一番はやっぱベタベタしないってたやつかな。結構ね、これはねまだ本当にね、新車でもらったトラックなんでね、こうハンドルとか綺麗やでいいですけど、もうやっぱねみんなが乗ってきたやつをね、車が回ってくるとね、ハンドルって結構汚れてるんですよね。もう拭くと分かるんですけどね、真っ黒なんですよね。ちょっとそれね、そのぐらい多分こうなんか汚れるのかベタつくのかね、こうあると思うもんで、まあ僕は手袋をしてます。こんだけ毎日高速の方へこうやってね、まあもうちょっとであれなんですけど、高速の方へ向かっていくとね、なんか下道通りたくなってくるっていうかね、なんか一個ね峠あるんですけど、なんか峠を通りたくなってくるとね、もう会社からしてみたらやめてくれって感じやろうけどね、そんな燃料を食っちゃうんでね、峠行くと。なんかたまにはこう峠をアクセルベタ踏みで走りたいって感じになってきますよね。本当これ社長が聞いたら、お前はなんてこと言っとるんやって言われちゃうかな。なんかそういう感じがたまにしますよね。
もうなんかアクセルベタ踏みの回転数目いっぱいでね、なんかもうエンジンうなりながらこうグワー上がってくるね。もうなんかこう積んどるぞっていう感じの燃料食ってしゃあないわね。まあやっぱね、高速をゆっくりこう回転数低い状態で走るってやつがね、やっぱ一番燃費は伸びると思うんでね。高速でもね、やっぱあんだけリミッター当てて回転数上げてガーッと走っとると、まあ燃費もやっぱ悪くなっちゃうとは思うんでね、まあ、回転数が低い状態でずっと流すと、まあ運転してても楽ですけどね、その方が。結構ね、高速の下りのきついとことかはもうリターダー入れてもぐいぐいね下っていっちゃうんで、そこがちょっと怖いですけどね。スピードも結構出ちゃうんでね。あんまりこのね、荷物積んで重たい荷物で高速を走ってっていうのがね、あんま好きじゃないですね、僕は。なんかあの本当下りになった時にすごく怖いんですよね。なんかもし前でね事故でもしとって止まっとったら止まれるかなと思うもんね、本当に。ビュン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 走ってく人いるけど、おるでね、やっぱ まあスピードも慣れですよね、やっぱね。いつもやっぱ結構軽快に走ってる人たちはやっぱちょっと遅くスピードが遅くなるだけでもやっぱ遅いって思うし、まあそのスピードでね普段走ってる人たちはやっぱ普通に流してるだけっていう感覚になってくるしね。逆にちょっとスピード上げると速いなペースがって思うようになってくるし、やっぱそういう癖づけなんですかね。癖づけが大事かもしれないですね。まあ、僕もねそんなに、まあ、ゆっくり走る方かって言ったらそうでもないかも分かんないんで、まあ、どっちとも言えないですけどね。ゆっくり走ってますよとも言えんし、分かんないですけど、そのペースがねどのぐらいがゆっくり走っとるのか何なのかは分かんないんであれですけど、まあ一応ね流れには沿って走ってますけど、ただね最近のねやっぱ本当にね車が少なかった分流れが速くてね、国道とかのあれはさすがにちょっと偉いですわ、流れが速すぎて。もうそうするとやっぱね自分のペースより速いもんで、まあ避けようと思ったり、まあちょっとね避ける場所なかったらこう後ろガーッと詰まっちゃうんでね、どうしてもやっぱ煽られちゃうような感じになっちゃったりするますよね。まあ、なるべくはねやっぱ後ろの人たちの流れもあるんで、まあ避けてあげようってね、詰まったら避けてあげようって気では全然いますけどね。やっぱねまあまあ自分もねもし焦って勢いる時にうわ詰まったなんて思うと余計ねイライラして余計変な事故にもなりかねんでね、まあそういう時はねこっちはもうスッとね避けれる場所があれば避けてあげようかなって感じで本当にいますけど、まあ何しろねやっぱね事故はどの人でもそうですけど事故はしたらダメやと思うんでね、まあ、事故していいことはないと思うんで、みんなお互いにね気をつけて
まあ、本当に事故がないようにだけ、それだけですね。よし、まあとりあえずこのまま走っていこうかと思ってます。ちょっとこれちゃんと撮れてるかどうか心配なんですけど、まあまた後で一回上鼻の辺では寄ると思うんで、そこで一遍確認してみようかな。じゃあとりあえず走っていきます。